月岡紬です。演劇の経験はあるといえばあるんですけど、未経験者と同じ扱いで構いません。どうしてこの町に戻ってきた？お前本当にもう一度芝居やるのか？ぬかげひそか、アリス川誉れ詩人だ。芸術に関することなら何でも興味はある。名前は雪城あずま。添い寝をして悩みとか不安を聞いてあげる。テレビアニメ A3 シーズンウィンター開演。